どうもビタピンに負けたマーシーです。ということでガルパは来年6周年になるんですけれども、6周年を迎える際にですね、ちょっと気になっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。6周年新キャラまたはですね、まあ、新バンドの追加はあるのかというところなんですけれども、個人的にはですね可能性ちょっとあるんじゃないかなと思います。ガルパで途中で実装されたモルフォニカとレイザースイレンなんですけれども、この2つのバンドが追加されたのは実はですね、ストーリーがシーズン2に移行した翌年のことなんですよ。でこの年にですね、ラスはですねアニメで登場し始めまして、モルフォニカはメインストーリーで登場し始めてきます。この時にですね、すでに一部のユーザーからはもうゲームに追加されるんじゃないかと言われていたんですけども、予想通りですね翌年の2020年に追加されました。そして6周年でストーリーはシーズン3へ移行します。そうなってくると、まあ、キャラクターが進級したりとか、またはですね卒業して進学するキャラクターが登場してくるんですけれども、そういうキャラクターがいるということは新しく入ってくる新入生という存在がいるわけなんですよね。新キャラを出すタイミングとしては新入生は最も出しやすい設定の一つだと言えます。現にモルフォニカはですね、キャラクターがそれぞれ進級した後のメインストーリー一章で新1年生として登場しています。さらに来年は大学編もあるので、いろんな場面で新キャラが出やすくなってます。おそらく6周年でメインストーリー3章が公開される可能性が非常に高いので、まあ、その時に新キャラを出そうと思えば出せるという状況ではあるんですよね。さらに運営もですね、今回の6周年は本当に別のゲームがもう1本作れるぐらい力を入れていると言っていますので、まあ、そうすると新キャラをデザインしていてもおかしくはないのかなと思います。そしてやはり話題性になるというところですよね。モルフォニカやラスもそうだったんですけれども、まあ、あの時はいい意味でも悪い意味でもそうだったんですが、新キャラ新バンドが追加されますよってなるとやっぱり話題にはなります。で6周年大型アップデだけではなくて、さらにそこに新キャラ新バンドが追加されますよってなると、それはもうかなり大きな話題にはなりますよね。またそこで、まあ、新規ユーザーが入ってくるならば、例えばじゃあ新規ユーザーが今既存のバンドのストーリーを追おうと思うとかなり大変なことなんですよね。まあ、それこそ最初の5バンドなんて6年分のストーリーがありますから、もうそれを最初から見ようと思うと結構これは難しいことなので、初めてでも追いやすい新バンドを追加しても、まあ、おかしくはない状況なのかなと思います。ただこの新キャラ新バンド追加っていうのは6周年で無理に追加しなくても7周年でも話題にはなるんですよ。それだけまあ大きなインパクトがあるものなんですけれども、まあ、6周年は大型アップデっていうね、まあ、その看板がありますので、じゃあ7周年で大きな看板っていうと、まあ、新キャラ新バンド追加にしようっていうような形で、まあ、先に伸ばす可能性はあります。で先ほどもちょっと言ったんですけど、実はモルフォニカやラスの追加っていうのはかなり急だったっていうのもありまして、一部ユーザーがかなり騒いでたんですよね。なのでまずはメインストーリーで登場して1年後に、ガルパに追加しますよという発表をする形もあるのかなと思います。じゃあ新キャラ新バンドが追加されるなら何人追加されるのかというところなんですけれども、個人的にはもし新バンドを追加したとしても、もうあと1バンドが限界のような気がします。現状でも7バンド35人、これはかなり多いですし、まあ、各バンドのイベント開催頻度がまた圧迫されるようになります。で現バンドで、まあ、ほとんどのジャンルの楽曲カバーもできますし、まあ、逆にさっき言ったようにキャラクターバンド増やしすぎると、そのキャラクターのガチャとかイベントでピックアップできる頻度が減ってしまうのも、これはかなり厳しいです。まあ、ガルパはですねキャラクターコンテンツで売ってますので、もろもろ考えれば8バンド40人までならなんとかなるかなっていう感じはします。もうそれ以上増やすんだったら、もう新しいアプリ作って出す方がいいような気がしますね。じゃあどんなバンドが追加されるのかっていうところなんですけど、まあ、現在バンドリプロジェクトでもマイゴーなど他のバンドが存在しますけれども、あれらは完全に別のバンドリプロジェクトなので、まあ、ゲームに追加となるとやはり完全に新規キャラまたはまあ新規バンドになるのかなと思います。じゃあどういったキャラクターになるかっていうと、エリアでおそらく新しく大学が追加されると思いますので、まあ、そうなってくると新しい高校エリアが追加されるっていうことはないと思うんですよね。なのでもしかすると大学の新1年生というパターンもなくはないですし、また花女とか羽岡の在校生が減ってしまいますので、まあ、そうなると花女や羽岡の新1年生の可能性もあるんじゃないかなと思います。またリアルバンドなのかそれとも非リアルバンドなのかどうかなんですけれども、個人的にはやっぱりもうゲームのキャラクターなら全然非リアバンドでもいいんじゃないかなと思うんですけど、やはりまあリアルバンドの方がまあライブとかいろいろと露出頻度が多いので、まあリアルバンドになるんだろうと思います。まあ、今回はですねあくまでも自分個人の予想ですので、6周年で新バンドが追加されるとは限りませんので、まあ、そこだけちょっと気をつけてほしいなと思うんですけれども、ただまあ6周年でガルパに大きな変化があるっていうのはこれ間違いないことなので、まあ、1月9日にですね、まあ、6周年の大型アップデがどういうアップデがあるのかっていうのが発表されるので、まあ、ここでどんな発表があるのか楽しみですね。